アイズコテ会は、京都府京都市左京区に本部を置くバクト系、指定暴力団。構成員は2019年末の時点で、約30人。幕末の教閣、アイズコテこと、上坂千吉が結成した老舗組織。1935年、千吉の実施である二代目の上坂宇の松が死去し、一旦は、病石が途絶えたものの、しばらく後の1975年。 初代の系譜を受け継ぐ中島会の若頭だった、津輿リーチが、周囲の意向も受けて、三代目、藍津小手使会として、病跡を復活させた。2017年、金子俊則を会長とする神戸山口組に属する、既存組織と、原田昇を会長とする山口組に属する組織とで、分裂、二つの、七代目、藍津小手使会が存在する事態になった。 2019年、京都府公安委員会は、金子俊則を会長とする7代目、合津小手使いを指定暴力団として官報に公示した。2009年まで、京都府内の山口組より多くの構成員を応用していたが、山口組の府内勢力の身長と合津小手使い、自身の縮小により2010年に逆転した。そして、 2009年から2018年の間で、構成員は600人以上減少している。かつては1600人ほどの構成員を要し、不外にも勢力を伸ばしていた。2021年、京都市下京区にある元本部事務所のビルと敷地が、不動産業者に売却され、解体されることが決まった。ありがとうございます。